ah 始まりました。月曜日ンチャンプル、はい、お相手は鈴川サーキットのサーキット。浮遊したら難儀しました。すずです。よろしくお願いいたします。ますもうね。まあ、冬っていうのは沖縄の方言で。うん、まあ、面倒くさがってとか。そうね、なんか、あの、手抜いてみたい。手抜いてみたいな、ね。手抜いたら、本当にもう、その倍以上、なんていうの、難儀する。 ああまあよくあるよな。うんなんかこれをちょっとやっとけばあと、うん、から、ね、すんなりすんだのにっていうのも、うん、あの最近髪染めてああそうスーズナー、ね、結構そうそうもうねがっつり今までで一番そうねい入れてるんじゃない、うん、で結構派手な色にしてちょっと青みがあるシルバーみたいな色にしててでも毎日 あのこのシルバーの色が入ってるカラートリートメントしてるわけあーこの色が綺麗に保たれるようにねそうそうそう,うん、うん、でもう最近ではもうこれもう効かなくなってあもう髪の毛が抵抗してきてんだそう全然入らなくなってもうイレンドとそうでしょってなってじゃあの一回一回分のあのこのカラートリートメントが売ってて二百円ぐらいで、うんうん、その1 一週間だけそうなりますみたいな。そうそう。うん、それを青と紫買って、うん、それを混ぜて、うんうん、でこの結局ブリーチしたら黄色くなるさ。そうだね。その黄色いのが紫だったらなんか抑えるらしくて、うん、それでそれ混ぜてあのやってたらもう全部手もう青くなってさ<あ>ほら。うわー。うわー。すごいでしょ本当はユースリーム今見てる人に。見えるかな。 ちょっと私の手の色と比べてみてあ,<ー>あ、さっきの手、あっか、なんか <laughs> ちょっと待って昨日だよ、これえぇ、ー、昨日、で、昨日も本当にもう一時間半ぐらいずっとお風呂入って、うん、ずっとゴシゴシしても落ちなくて今日お風呂入っても落ちなくて、これうわぁ、ゴーサよもうさ、あの、いつもだったらちゃんとあのビニールなり、ラップなり手に、そうだね、あのね、手袋を塗料がつかないようにしてる やってちゃんと手首の方も輪ゴムで締めてやるんだけどたまたまそのビニールが切らしててあーもう買いに行かないとないような状況だ,だからから、まあ、ラップでやればよかったんだけど手を塞いで,でめんどくさいなーって一応、とりあえず紙に塗ってですぐ落とせばいいなって思ってたから、うん、それでやったらもうこんなもう案の定もう超もう最初は超青くてからもうコンビニ行くのも恥ずかしいよねそうだよね。 この人、仕事なんだろうとか思うような, <laughs> なんかね職業的なやつだろうなってなるよな、<laughs> これうお釣りもらうとき本当恥ずかしかった、どうにかして手のひらを出さないようにしたかったんだけど。 ももう無理これけられないもんあの結構、病的な色というか,か健康的な色ではないからな <laughs> 死体みたいな色になってるもんねまだ赤系だったら分かったけどねだね今度から浮遊するんですけど赤系のときにもうだってツイキャスでもスーズゴム手袋やらんかったわけで来てましだからやらんかったのよもう浮遊ですよ、これがそうだよ、本当に浮うラップでも何でもいいから何かするべきだったなって本当にやってから思ったよね。ししかもも今100均でも繰り返し使える この染める用の手袋あるからね。あ、そうなんだ。そう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 。え、百円でそれだっていいね。そう,そうそう。だからお前の手の色は百円で守れたわけよ。よ <laughs> もう手考えたらだよね。そうそう。安いもんだよ。ね<ー>。やっぱちょっとの難儀はしないと。そうね。人間って面倒くさいことになるよね。そうだよね。本当にね。はあし。<laughs> スナーバスなんですよ。 なんか年々ため息増えてるよよねです私なんでまたもうなんちゅうんですかまああったじゃないですか、うん、先週の土曜日あ金曜日か、うん、先週の金曜日にこのお笑いバイアスロの準決勝が予選ありましたねこれに合格したら決勝、うんはい、生放送テレビでれますよっていう、はい、お笑いバイアスロ沖縄でいつもやってるんですけどもあのー、今日から 明日にかけて、うん、この合格した人に突撃ロケをするっていうのがもう始まってるんですよなるほどで、あの、あ毎年そのやり方だから、はい、私あの、このロケがスタートする <laughs> きっかけスタートしますよっていうのがこのディレクターの人がツイッターにあげることも知ってるわけ今から渡しに行きますとか今渡しましたとかだからね1時間前とか見たらもう2組目渡しましたってなったらうわもう減ってるのチケット減ってるのチケットだってあと6組うわお腹痛いよね痛いよね痛いよねだからこっち向かう時もやっぱ私たち 今日じゃないと多分ないだろうなんてスケジュール的にこのラジオで一緒になるのが今日しかないからそうなんです明日会う予定もないからねコンビ揃ってない揃ってる時にロケするっていう内容だからだからなんかここ向かう時にこのスペース大きい車止めれるかなっていう心配をしてしまって私今もうロケ車が止められるかなっていう心配してるもし来てくれるんだなるほどね そうそうそうなるほどなるほどそういういらない落ちてるかもしれないのにいらない心配しはいだって落ちてる可能性だって十分にあるさ全然あるよね全然あるさってほん今回わかんないもんねわからんわからんわからん毎回だけど二十八組中の八組だからうん。何分の一よって話でしょ怖いわ怖いよ怖いよはぁなんか痛いだから誰…なんかどれ見てもどの人見てもスタッフに見えるし だからよよねね <laughs> ってする今来たみたいなあの人結構声張ってるけどロケ用の声かとか <laughs> 呼び止める用の声かとかね<ー>ちょっとビクビクだからなんか1年の中で一番嫌な2日間というそうね私はそうねで去年一昨年と落ちてるじゃないですかうーんいやー、ね、えでも手応えはあったけどまあね そう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 で全決勝はね。うん。ただあの審査員の笑い声はどの笑い声なんだろう。だからよね。本当にそうだね。面白くて笑ったのか鬼先生見て笑う感じなのか。はいはいわかるわかるなんかわかるよ。芸人の間でのの笑いみたいな。そうそう何してるばやこいつの笑いなのか。なのかっていうところも気になってはいるわけさ。はい。えツイキャス。はい。 えー、そっか「時刻の2日間だね」または「天国の日」アニメさせていただきましたそう,、ね、そうだねもう今日次第で天国か地獄かどっちでかですようそうなんだよしかもさ <laughs> もし、うん、これあ今日だめだったなってなるとするさしかも今日 <laughs> ライブの反省会だからだからよもう嫌だわけよほんとに <laughs> うわ<ー>落ちてから反省会このうわー もやもやしてまた反省しないといけないもう今週ほんとに気が抜けないよねそうそうそ,う,そ,う,そう,もう木曜日はライブのリハーサルで、うん、金曜日はバイアスロンで土曜日はライブでそうねえで昨日はねもうずっと明日来るんだっていう気持ちでいてそうだから気が抜けてないから肛門も閉まってんのか昨日まで便秘気味だったっし <laughs> 今日やっと出たけど気が緩まないと肛門も閉まるんだと思うやめてこれ本当に だかか、ら他の先輩方もいいるじゃなですオリジンオリジンって一番多く受かってるわけじゃないですか28組中13組ですかまあ半分ぐらいかだいたい。で分かるささっきなんか同じ事務所だからこの人たちがどんぐらい面白いかとかこのネタやったって聞いて「ああのネタめっちゃ面白い」とかなるさだからなんていうのおおよその予想はついてしまってるというとそうか 人受かるんだろうなとか。うんうんうんことぶきパンチャー落ちるんだろうなとか,とかね。<laughs> <laughs> あの人今回でも受かりそうだなっていう人もいるしね。そうそうそう乗ってるぞ。るこの組は乗ってるぞっていうのもわかるからさっきなんかは。うん。意外と意外とあのー、まだデビューしてないパッパラーズとか、そう。なんかいけそうな感じもする。 だよねバイアスの本ほんとかんないからさそうだわけよね行ったら面白いよね行ったらそれに意外とすっとごどっこいがまだ行ったことないんだよでも今年はなんか行けそう行くような気がするしかも二次予選ですっとごどっこいがネタ終わった時にばったりあったじゃないですかさきなんかまだ行く時に。 じゃああのー、面白いネタのコドを持ってたからだからよあこのネタやったんだと思っていいなーってちょっと待って<笑><笑>いいな <laughs> あこのネタいいなーーちょっとこのコド動貸してみたいな、えー、ちょっと余裕あってネタやったらはずなーみたいな <laughs> そうそう自信あってしかもうん本当面白いネタだったからさそうねライブでも超切ったからねボケ数も多いしなテントもいいしさ尺もいいさそうねだからああの人たちは先個人の意見ですようん 個人の意見では来てるんじゃないかなってねスーズも思うだし来てたらしかも焦るよねなんかねそう同期っていうかやっぱ近い中でまあ歳もさっきと一緒で芸歴二年ぐらいはまあ違うけども近いっちゃ近いしね仲いいしね仲いいしね普段からネタの話とかもするからねえでさまたいるじゃないですか何よ ダーティービューティーがいるねーもうオーボスよオーボスオー <laughs> ボスさもうあーしいいよ<ー>もう <laughs> いいよもう <laughs> バイアスロン優勝しなくても仕事あるでしょと思っから回してほしいこっちの仕事ないメンバーに,をによー <laughs> いやー面白いんだろうなそう最高なんだろうなあのさ これさ褒め言葉なんだけど多分失礼に聞こえるかもしれないけど、うん、さっきからしたらおっさんがおっきい声出すだけで面白い <laughs> おっさんがキレてても面白いしねいおっさんが怒ってたら面白いのに何してもお白いよ。おっ,さんはおっさんは何しても面白いだからダーティービューティーさんはも必然的に面白いわけよ <laughs>、うん、確かにねだからねもうこの一枠は諦めてる正直そうねうんいやもうあの人たちは来るでしょう来るでしょうって ヒープっていうブランドが出来上がってるからそう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 ,そう,うあの人には勝てないよそうだな怖いよせもう沖縄でのヒープっつったらもうな、ね、ナイキとかその辺でしょ <laughs> ナイキコンバースとかでしょだからよいやでも本人はやっぱ怖いんじゃない、まああ<ー>受かったとしてもプレッシャープレッシャーは鬼だと思うよみんな期待するだろうし しかもあの当時のダーティービューティーを知ってる人からしたらもうあのダーティービューティーがねもう大興奮でしょ再結成して見れるんだってあーそっかその場合はもうお腹痛い痛いだろうね痛いね痛いだろうね案外落ちた方がホッとするかもねああね受けれただけでよかったなっていうポジティブシーンで終わりそうだねだって相方のミッキーさんなんて受けることに意味があるって言ってたもんなああそそううマラソンかなと思った なくてゴールじゃなくて走ることに意味があるみたいな。なんかいいこと言ってるっぽい。<laughs> <laughs> <laughs> どうなるんですかね。ね<ー>でもまあえんな話、この本戦、うん、落ちたとしても、うん、まあ敗者復活枠があるから。あそうだね。また望みはありますが。そうなんかネットでね、あのー、敗者復活。 かつ枠出して動画も見れるらしいんで、うん、その動画見て票が多かった人が確か上がれるんだったよなう、ね、温泉に、うん、だからねまあまあダブルチャンスあるよってそうだねもうダブルチャンスの話してるっ言ってちょっと <laughs> 諦めかけてるよなーねーまあまあどう転ぶかもう終わったもんだからねそうね来来たら来たたららでラッキーだし来なかったら どまいってそうだなありがとうつってそうだねやったお疲れって何に対しさっきどの結果なっても今日は酒は飲むよ飲む。飲むよ、みんな今日は今日は飲むよ飲むぞえー、ツイキャスはいやっぴー、ゆわぴっぴと申しますお多分月曜日は初見おおありがとうございますありがとうございます普段何曜日のあれなのかなね聞いてくれてるのでしょうかねありがたさありがたさ <laughs> 本当に <laughs> 本当にそう思ってるありがたさですねんなんかあるのかなこの曜日だけ聞いてるとかあやっぱあるんじゃない好みというかもうこの曜日だけは聞くまいみたいなうんあるんじゃないあるのかなう うん、何を思って聞いてるのかな <laughs> <laughs> 何を期待して聞いてくれてるのかな <laughs> だから何の身にもならない話しかしないぞだ <laughs> <ー>からんか、うん、あのなんて言うんだろう綺麗な人が出てる曜日とかもあるさあーそうだね貴子さんとかはいはいはいアーリーとかねアーリーとか、うん、火曜日、うん、アーリーは 木曜ん水曜日か曜日アーリーとか、うん、っていうのもいいのかなええいわぴっぴさん金曜日を聞くことが多いです他の曜日は別の聞いてますあすっとこどっこいと、うん、ええー、水さんの曜日は<ー>あじゃあもういわぴっぴさんはすっとこ推しじゃないですかねえかも<う>どっちだろうリップさんの場合もない <laughs> あのー、リップサービスさん聞くための準備時間チャンプル聞いてるみたいなそうそうそうてるそうそうそうことじゃないそうそういうそうそうだねそャンプそうりはアワーをよく聞きます <laughs> いやすっとこどこそ聞く人いないでしょいやだうそ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 っかうそンプルに関してそうにうそ、ね、うそ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  そっか王者ですからねしかもしかもなんていうんだろう今回も参加してるからそうね四連覇する可能性もあるんでしょう。いや全然あの人たちはもう来てるでしょなんかさもうやめてって思う本当によ辞退してってお家で見といてってなる子供と土曜日のお昼子供とお家で見といてってほんによもなってる今もういいよもうだからさうん 意気揚々とでも,なでもリップサービスが参加している大会で優勝するのと、うん、リップサービスが参加してないバイアスロンで優勝するのはあ<ー>やっぱなんかちょっと重みは違うよね確かにちょっと価値も違うかもねあのリップサービスがいなかったからお前ら優勝できたんだよって言われてもさそうさねやっぱいて勝ちたいね,そうねもし勝つんだったら。うん で、デーエモリさん笑いたい指さんでも出ないにしてもやっぱり出なかったら出なかったでリップさん並みのすごいやつが出てきそうじゃないああかやっぱりこういうあるさ、なんかオリジンも誰かがやめたら入ってくるみたいなすげえやつ入ってくるみたいなああ、なるほどねそのパターンでもしかしたらねあるかもよだから小刻みさんも出な 出,かったよ出なくてリップさんがね、ずっとやってるからそうだよね1発目のバイアスロン小刻みさん優勝で 2>, そうそう2回目からはもうずっとそ<う>リップさんだから、うん、しかも一般参加もあるしだからさなんかあれ誰っていう人もいたから、うん、純血上がってきた人そう、ね、今回は誰がダークホースになるかっていうところも見どころかもしれないですね<ー> <laughs> 体力持たねえなえー、グマのアニさん誰もすっとこは聞かんだなんでよやそれはすぐ噂で聞いてたんだよいや、そんなことないよそんなことない、面白いのにでも、あの、すっとこどっこいのラジオはなんか芸人が好むって感じあ、そうだなわかるなんかわかるで、本当になんかお笑いをもう昔から超好きでオリジンのことも超知ってる人が なんか聞くってイメージいい意味で言ったらコアなって感じでしょそう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 要は舞台それで芸人がめっちゃ笑ってるそう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 そ、うん、あそわかるかもしれんなみたいな感じのイメージだなだからなんかお笑いよく見てる人とか好きな人はうそうそうそ、ね、うかうそ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 ねそうそねそう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 そな,ラジオみたいな あーちょっと奥まで行ったそう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 そ,うそんなって考えたらデジ浅浅いはずな <laughs> 浅いははずずよ水たまりかね <laughs> しかもちっちゃいやつね <laughs> ちっちゃい <laughs> 狭く浅くって一番ダメだぜ <laughs> スポンジですぐ吸い取れそうな水たまり <laughs> 最悪 <laughs> ええー、あ,<ー>あ、でも時間帯もあるかもね。あ,あ、まあね。えー、ご時代は仕事なのもあって聞けないことが多いですけど、うん、仕事早く終わったらツイーキャスからコメントしますね。あ、ありがとうございます。うん、オリジンライブ九月いきます。お、ありがとうございます。 でもしあのー、行けてね、うん、私見かけたらぜひお声かけくださいね,声さいねこういうの大好きなんでね,ねだからライブもねありがとうございましたほんとにあ,ありがとうございました有蔵、うん、さんもおかえりなさいそうねおかえりなさい毎回あのうまいせんべいありがとうございますだからさねあれうまかったね,ったもねあのお客さんからもなんかネタ面白くなってたーってほんといってもらえてそう一回便利会でやってああ<ー>そうそうで結構ね こラもになてこねくり、ね、回したというかそう,、ね、そうだね、うん、ハンバーグハンバーグのようにこねくり回して <laughs> あれも結構好きなネタですよねで8月がね、1>, うん、1週間早くてしかも日曜日なんですよねライ,ライブがそう、8月20日のえっと、第3土曜日が FEC さんのライブだから。 うん、それで日曜日ってことなんですけどそうなんですよ、うん、なので間違えてねあの第4土曜日に行かないようにそうだよあの忘れそうだったらもうそこ聞いてダイレクトメッセージでいつだったって何回でも答えるよ、うん、また聞くばって言うけどああ早紀さんに何回か話し方たことあるんですけど前にアイコン彼氏だった3回くらい言われたことあります y o a p i さん,んあ<ー>うあーあの方か ライブにね何回か来てくれてるギュアピッピさんでフォローもしてもらってて、うん、なんかさ1回だけさ彼氏と一緒に写ってるみたいなアイコン見たことあってさっきずっと「あれあ<ー>彼氏と一緒に写ってる方ですよね」って聞いたら「あっ違います」って言われて <laughs> <ー>すいませんね何回も違います」って言わせて記憶力がね脳に異常があるんで。 うんツイッターの話で鈴崎どっちもツイッターフォローしてありがとうございます嬉しいねね九月はね九月ライブいつだろう普通に第四土曜日ですよね九月二十三日うんうんうんですね八月だけ第三日曜日そうになりますので八月二十日お間違いなくはいそれでは一旦締め行きましょうかはいオリジナットマーク FM ナハドット JP となっておりますす一旦でこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。 いや、叫んでも無駄ださあ、悪いことをしてやるぞちょっと待てあ,あ、この声はちょっと待てすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからあい、お菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てそういえばシャンプーも気ですがなすぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来いよいしをいつも安くビッグワンビッグワンでの買い物楽しみだな、ええ、22円あ、ヤンキーだだ、人狩りよ いや僕今日お金は持ってないんですよほらよや今からビッグワンで買い物する人がジムってないだからやだ持ってこいいや本当ですビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ワレットでお得に買い物が楽しめるんですだやり方ならうよい品をいつも安くビッグワン78.0メガヘル さあやっております。月曜日エンチャンプルお相手は鈴川さきとさきと鈴です。もうデジナーバスいやこのロケ本当に。出たよね。出たよわ中。ねあはいこちらはい鈴川さき敗賽。はい神奈川のノーミーハーズですなり。あどうも。まずは先週末の起勝転結ライブとバイアスロン準決勝お疲れ様。ありがとうございます。まあバイアスロンはまた来年来年。 で、まだ結果出てないんだっけか、これ。いやいや、シャレなら、シャレなら。落ちた手で落ちたて。シャレならんは。あお、どうした。いや、もういいよ。来ました、パッパラーズ準決勝上がってるパッパラーズ、ちょっと、じゃ、あお声かけ、お声お願いしますよ。パッパラーズです。どっちが、何なのって、なるよ。 パッパラーズの誰、はい、パッパラーズの中曽根俊と申します。はい、よろしくお願いします。フルネーム、ジャリスケです <laughs> <laughs>。こいつ何負けたくな <laughs>、はい、まあ彼らは一体というお話ですよね。まあじゃあパッパラーズの方から自己紹介お願いしましょうか。自分たちが何者かどうかね。はい。はじゃあ僕先言いましょうかね。はい、はい、ど僕ジャリスケがまあオリジン所属のピン芸人でして、うん、一応一年間ピン芸人と。うん して活動しまして、でまあコンビを組みたいということで、ええ組んでコンビになりましたという。はい、ここも、まだデビューもして、してないですね。そうですよね、オリジン起承転結ライブにはまだデビューしてなくて、ま今月オーディション合格したんだった。そうですね、七月頭にオーディション受かって、で来月の。八月ライブでやっとデビューす。おお、めでとうございます。じゃじゅんどうですか、お気持ちは。いや。 長かったですね全く同じことにあった貯めて、貯めてオウム返してなんだお前そのぐらい長かったっすかねああ、じゃあもうどうだった、あのネタでもオーディション受かるっていう気持ちはあったもうこれはいけるでしょみたいなあのオリジンのネタのねライブに出れるかっていうオーディション自信はあったんですか自信はなかったですねあ、そうなの正直ダメなネタかなと思っててええ。 私たち見てたんすけどめっちゃ面白かったよね、ネタあ、マジですかうんうんうん私は好きそんなに自分の中では評価低いんだ評価、どっちかって言ったらもう一個のなんかバーベキューのネタがあったんですけどあーはいはい、お肉のいつやりたかったなっていうそうなんね。じゃあ結構このダメな子で行ってみようっていうのなんでなのだからなんでこのネタで行こうってなったのあの、こっちがあ、あまあ話し合ってはい練習量なんですよ、練習量がこっちのが 何回か見せてた確かになんかネタの内容の面白さも重要だけど声の出し方とか,、うん、かリズムとかねそうこれめっちゃ練習してるな感は大事かも。じゃあそのネタのこのどっちでいくかっていう喧嘩みたいなのあ多少まあこっちがいいこっちがいいみたいになって、うん、こっちがいいこっちがいいみたいになったんですけど、うん、もう。 結局自分たちの欠点が一番やっぱ声がちっこいってい僕ピンでも小さかったのでまあここでもちょっと出てるけどね、はい、マイクの音量上げたからね <laughs> 声が小さいっていうのがやっぱこの一番の弱点だったので <laughs> まあ内容は別にその平均レベルぐらいあるんちゃうみたいな <laughs> 内容はそうね、あのーうん、本当にお笑いが好きな人のネ、ね、タの作り方ライブで Y、うん、的にも全然いけるでみたいな感じだったので。うん もうはいもう声を一番出すためにもう一回やったネタ練習しようっていうじゃあ本当に二人ちょっと似てるというかああ<ー>なんていうの生活でも性格でも声も全部ハリがない、ね、なんねあ,<ー><べ>あるでしょすべてにおいてハリがない,いあるでしょうう本当に見てつやつやいや見てつやいやあの目の死に方よ <laughs> 死に方ってなんだ場合死に方どうなってる？死に方ってなんだ？死んでるってよくやるけど死に方どうなってる？一応俊く的にはテンションは今もうめっちゃ高いの？めっちゃ高いですよ。すごい。マックスでやってますよ今。すごい。ローローな普段はまあプライベートは別に低くてもいいんだけど。まあね。ラジオ用のテンション今。だからね。なるど。ハイド的な。わーみたいな。 <laughs> そういうことですね。そうそうそう鈴川さあきとなんてね、ねはい始まりました鈴川さあきとですってやってますよ。出てます出てますね。声出てるでしょ。<え> ちょ、っと、二人のさ、あの、ラジオ始まったこのテンション上がり方。自分の番組風に。そう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 。ちょっとテンションこれ低いと思う。あ、じゃ、もう、ラジオに切り替えてわけですね、テンション。そうそう、じゃ、ちょっと。あ、すみません、じゃ、急に呼ばれたんでね、今のはね。じゃ、エンジンかかってない状態。エンジンが、そう。ちゃんとふかしてからやります。ちょっと、ちゃんとマイクもやるんで。はい。 始まりましたパッパラーズの意見交換ラジオあれあれ <laughs> 政治、ね。頑張って,って今,日今日も沖縄の情勢について話し合っていきたいと思いますニュ <laughs> ース感がすごいなかなかねやはりどう思いますか沖縄南インターのこう名護と那覇への登る道が他のインターとちょっと逆になっている件について <laughs> 今日は話し合っていきたいと思います ツッコミ作るツッコミ作るのツッコミ作るのあ、こういう、あ、なるほどあ、じゃあ、止めてえ、あれ止め止めないのあれあれ、全然普通にパッパラズとして出て欲しかったのに急に政治番組始まるからびっくりしたんはい、どもパッパラズですでいいっすかでも一回普通にやっていいですかうん、できる普通にはいどうもパッパラズですって僕らの全力ちょっと出してみていいっすか全力じゃちょっと行っていいですかすみませんあ、もう一回振り直しで はいどうもパッパラズです。はいお願いします。お願いします。今日もね喋っていきましょうよ。楽しくね。あんなことやこんなことそんなことまでって。まあまあいっぱいありますから喋ることは世の中。最近どうですか。最近ですか。最近どうですか。はいはいはいなんかなんかみんなこの状況とかね今日曇りですけどとか夏場入ってますけどっていうなしで最近どうですか。今日なんか涼しいですね。 ああもう明らかに涼しいっすねもういつもより涼しいなっていうなんかありますけどはいなんか曇ってますし限界だったら右手あげてよはいはいありがとうございますはいって言っちゃったやっぱなんか普段見てるからか大きい声がとっても違和感んなねえ無理してる感がすごいで僕結構出してませんこのぐらい僕ああ段なんかさジャリスケのさツッコミってとっても無理してる感じがあるわけ あれ、わかる?。わかります。わかります。相方の瞬間、ツッコミじゃないですもんね。そうそうそう。ネタ中のってことですか?。ネタ中。いや、プライベートの。なんか、先輩が軽くボケたりするさ。はい。いや、なんとかなんとかじゃないですかみたいなツッコミあるさ。はい。なんか、無理してる感じに見える。あくそ、自然と思ってました。なんか、性格と、見合ってないことやってんだろなって。自然に脊髄から出てると思ってましょうか、このツッコミは。無理してたんですね。 でもこれがあなたたちの良さかもしれないねまあねそうだね低いというか上げていきますそうだ上げていきましょうまあまあまあはいまたじゃあよろしくしますこの後のオリジンアワーでもあのパパラーズ出ていただけるのでそれからなんかねほりはほりいろいろ聞いていこうかなと思いますね。元気よくねすみませんねめっちゃぶりしていけ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 。早くいけ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 か 静かしゅんくんがめっちゃ可愛いわけさっきあなんかハムスターみたいそう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 なんかわかるわかるわかねなんかわかるよんかめでたくなるというかしゅんくんっていくつだったっけいくつだろうしゅんくん24だった今年さっきと同い年だったいくつだろう22歳今年 22? あ、今年十三。やーばースーズの一個したじゃんあー、だからかへー、でも、なんか…うん、なんかね、同じ匂いがするんだよなそうそうそうあの、頭脳的に <laughs> 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 いやいや多分く君は賢い方だと思うよ。いやーまたやばいやつ来たんじゃないかなって思うよオリジンでスーズーも岸本さんも翔さんも同じくくりでしょ、うん、しかもなんかそれぞれさやばさの種類は違うからそうまた <laughs> <laughs> 違うタイプのやばいやつが来た感じがするんだよななんか匂いがそうかないや私は全然そんな感じはしなよ。今はね あの、うん、ああいうねなんか結構おとなしい感じでそう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 ,そうあの結構私十代行ってましたみたいな、うん、ちょっと頭良さそうなそうそうそう雰囲気出てますけど、うん、これからねあの時が経つにつれて殻が破れていった時に。 本性を発揮すするんじゃなないかかって楽しみですとかちょっとしか付き合ってないけどあの、うん、爆発するタイプの怒り方するんだろうなって思う <laughs> <ん> <laughs> たまってたまってお <laughs> いみたいなあーっていい加減にせお前みたいなそうしかもみんなが何気なく喋ってる時になんでかっていうタイミングで切れそう <laughs> しかもいつの話してる場っていう切れ方しそうだね <laughs> メールいきましょうかはいえっと、えー、あ途中でしたね失礼いたしましたあそうね のみはと,さんところで先週の放送でサーキーがタイトルでなく尺で見る映画決めるって話、うん、ちょっと共感した <laughs> ちょっとだけ時間がある時に見たいビデオや DVD を尺の方で選ぶことが多いかなもしくはビデオを倍速で流してしかもながら見することもあるけどねうわ一緒だしかし改めてはあんて思考回路がブス <laughs> <laughs> なんかなーって気づかされたよかっこ笑い スーズのような思考回路がまっすぐ耐性する気もするけどワントサーキーはちょっと低寧ぐらいでいきましょうね、うん、では放送はきっちりと最後までばりよーどうもどうもどありがとうございますほらやっぱりいやでも今なんていうのこの時間映画の時間ってさ、うん、なんか90分とか120分とか書いてるさうんそうねそのあそれさ何時間何分って書いてほしいんだよね あの90分とか書かれても何分か分からないから見ないんだと思うすずああ<ー>んか76分とか76分何秒とかうん書かれてるさい 1>, 1時間何分って書いてほしいよねいやー別にそれはいい先はえー、なんか余計は94分もあるんかいってなりそうなんか今は90分って書かれてるから、うん、本当は96分かもしれない映画を見れてるわけ多分ああ あ体感的には90分だから90分って書かれてるしうんあーあ,あ、じゃなくて、うん、なんていうのこのあの、表示の仕方が分からない、うん、120分じゃなくて、うん、1>, 1時間何分って書いてほしいわけえっ、ー、それいるかだって90分って何分か分かる <laughs> あそういうこと そうそう,そう,そう,そういうことああ94分って書いてほしいよねってじゃなくて 1>, <ー>1時間半って書いてほしいってことそそそそそうううううわかんないんだよわ <laughs> かりやすく書けよって。怖い怖い いつも思うんですよね。私ね、映画の裏に百二十分とか書かれてますが、一時間何分って関係よってみんな思ってると思うんですよね。さっきそんなはずないと思って全然話が噛み合ってなかった。すごい伝わってなかったよね。だってそんなはずないと思ったもん。え、だって一時間は六十分ってわかるでしょ？わかるけど九十分って言われたら、はじゃあえっと六あ九十分だから六十分に。 えー、30分足せばいいそうだね、うん、そしたら6たす3さえー、1時間半そうそうそうじゃあ180分はえー、180分は <laughs> いや簡単な18割る3しればいいさ18割る3、うん、あの2桁の割り算ができないわけよあ18割る3じゃないの18割る6か18割660、うん、分だから60分6待てよ6あ

210分さっき180分だよね180分は3時間さということは210分引く180分したらはっ210分引く180分したら残りの波数が出てくるさ30分そうってことは30分ってことは何時間時間分おすごいはあ あれなんか今学校ですかみたいな学校でも習わんよこれはもう小学生の時にほにねそういうのね大変ですうんきにくそう人の倍生きにくそうなんかいろいろ確かにねでも結構そういうとこ気にしないからあまあそうだねうん全然生きにくさはないけど他の人は思うかもじゃあ例えばさうん まあディズニーランドとか行ったとするさ、うん、120分待ちですって言われたら、うん、どう思うのい一応長って思うから長って思うからえっとなんか気分的に120分かう,ん、うーんって考えて近くに100分があったら100分並ぶ、うん、<laughs> 数が少ないようにそれはそうだろうな乗りたくないやつでもまだこっちの方がいいなってあなるほどね 2時間待ちかーとはならないんだ。うん、ならない。全然ならない。もう<う>今ぐらいの尺の感じで、うん、えっと何分はなん。えっと何分だから、わざわざ計算しないといけない。めんどくささ。や,うん、やらないと、わからないから、もう考えることもやめた。<laughs> いや、カズかや。<laughs> ジョジョの奇妙な冒険の、宇宙に飛ばされた時のカズかや。誰 <laughs> <そ>。ジョジョ。<laughs> そんなやついるんだ。 ジョセフに吹っ飛ばされて体の周りに石がついて固まって死にたくても死ねない時の川塚や誰がわかるのこれ考えるのやめたじゃないよ本当にね全然何かが気になっても全然調べようと思わない全然思わない絶対さだってさこの計算できなかったら生活に支障をきたすことなんて絶対あるわけさ全然ある 例えばピザあるるとするさうん、うん、えー、ピザ4人あるからじゃあ4分の1ずつは食べれるねってなったら、うん、もう何のことかわ、ね、かんない。スーツ4分の1になるように切ってっつったら。って言われたら、うん、え、もう普通にカとして切りたいように切る。あ <laughs> 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 これ8分の1さってなったらどうすんのえじゃあ自分でやってって。<laughs> それれが早いよね切れるんだ <laughs> 逆切<れ> <laughs> できないことをやらそうとすんな,なんだ <laughs> 最近もさ、うん、本当にすず今までずっとなんか理解ができなかったことがあったんだけど、うん、あの「時計の反時計回り」ってあるさあ時計の反対の回り反時計回りそうそうそう、うん、があの時計回りの「反対回り」っていう意味だと分からなくて「あの時計回り」時計回りって時計の「回り」って時計の 半分だけって思ってて思たわけだから12から6まで <laughs> だからえどうやってん回ってないよねってあと180度どこ行ったのってことだからそうだ,だから一周してませんけどみたいな一周しないで半分を行ったり戻ったりしてっていう意味だと思って<笑><笑>いや反復することを半時計回りそう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 うわー待ってもう怖かったよね 寒い寒いなんか寒い <laughs> クーラーの温度上げて誰かいやだからさこういうのさ日本人は得意なんか意味わからん言葉作るのが得意だから時計の逆回りって言えばいいでしょだからそれをだから <laughs> だからそれを便利にするために生まれた言葉だから <laughs> いやだから半だけだったら何の半やねんってだからってどういや,やねん半分のまず漢字が違うわ <laughs> まあ半時計回りって書いてみまずいやいやるいやいや漢字でまず、あ、多分お前が思ってる半時計回りの半の漢字が違うえそうなの違う違う多分そこから勘違いしてると思うこれでしょあ…もう… 経はいいとしてあ経はいいとしてもう反時計って書いてるよえこうじゃないのだから時計の経まで書いてごらん経はまあ時計の経はねあ、違うやえっとこれかなこれだはいああ当たってる当たってる怖いもう本当にえ、なんだからその半の半はなんやねんって いつも思ってたわけよ今ねあのユース t リーム見してますけど怖いのは半時計回り <laughs> あ,あー答えあったえそっちの半そうだよえっとねスーズーがかん書いた半時計回りの半は半分の半だねだから半分の回りのって思ってたわけ違う半時計回りの半は反対回りの半知らねーわ <laughs> 教えわ <laughs> <か> <laughs> もっとつついたらよお前半時計回りの半お前が書いた半分の半っていう感じも違うしなえ嘘違う違う違うあれこれ違うえ、本当にで出てくる出てこない出てきてない出てきてないあ上えそでも上出したら羊じゃない羊はまた別である感じえほらね怖い怖い怖いなんだよ日本人はこうやってアニゾウさんの言う通りだね何よ数々の言葉には漢字が存在していないうん。 怖いお腹痛いからもういいもうお腹痛いからもうもう今日はもうね来週またお腹痛いからこちらはい鈴川沙紀人の皆さん男に走ったおちんさん劇団大勢の大城まさんお久しぶりですキ9グしシカシのポッドキャスターキ9グしシカシの俺略してキ9グしシカシの俺です久しぶりところで皆さん言い忘れていましたがかなりお久しぶりですキ9グしシカシの俺です さて先週末のライブお疲れ様でした。うん、いやお疲れ様でした。ありがとうございます。ライブの話はこのくらいにして。さて実はかなり意外かもしれませんが、うん、キュー・シカワ氏は一足お先にちょっとだけ垂れています。<laughs> にりー。さて下っぽい話はこのくらいにして。今日は約2ヶ月ぶりにメールしましたが皆さんお元気でしたか。はい、うん。もしくはお元気でしたか。うん、俺は下半身以外は元気です。うん ところでなおちんさんがちょっとした不祥事でこのラジオ出入り禁止になって約7ヶ月になりましたね <laughs> あ早いにり<ー>でもなおちんさんが国外追放された後もこのラジオはスーズの力で頑張っていますね <laughs> そんな月曜ちゃんオリジンチャンプルーのエピソードをちょっとだけまとめてみました<ー>5月22日、はい、スーズは陥没乳首 <laughs> まるでマイナスドライバーと発言、うん、5月29日スーズが 右の乳首だけ押したら出てきた六角レンチみたいになった <laughs> <laughs> 6月5日<ば>卵の話でスーズーが卵が大きい卵が大きいと連呼想像力を働かして助かりました <laughs> 6月12日スーズーが卵かけご飯を克服 <うん S 1> 6月19日 <うん S 1> スーズーがサーネにアプローチショットで勝てる宣言 <うん S 1> スーズーがポンゲー発言、うん あポンゲーね、うんうん。6月26日定期ライブでパンツを見せたスーズ <laughs> こんなにライブに行かなかったことを後悔したのは初めて一生の深くほんと7月3日、うん、オープニングでスーズがグイグイ来る人は苦手でーすと言ったら、うん、あと例えば江リさんと言っていましたね <laughs> 先輩後輩の関係とはいえセクハラも加減が必要ですね、うん ところでスーズは会話のレパートリーが少ないそうですね、うん、でもライブでパンツを見せるらしいのにドローですね <laughs> サーキーは椎茸嫌いだけどマッシュルームは舌で転がしたいとエロいことを言っていましたね最近 <laughs> の話は放送が終わってからにしてくれると助かります <laughs> ところでスーズはブロッコリーは食べれるけどカリフラワーが苦手だそうですね、うん、カリは苦手なんですね、うん、<laughs> スズいつもありがとうね、うん、7月10日サーキーが お笑いマイナスイオン1回戦通りましたと言っていましたあそんなこと言っていたいつよあれはず気づいてないスーズもスーズだよねあスーズのバーターとはいえおめでとうございますでもサーキーが決勝行ったらエロい写真アップしますとアホみたいなコメントにりつとむさんからスポンジの差し入れスーズが柔らかい面と硬い面がと言っていましたねあのコメントにはかなり助かりましたつとむさんありがとうねうん 7月17日、スーズが運転中にごちゃごちゃ言われるの面白くないこっちのペースで行きたいですよねと言っていました、うんうん、スーズの言う通り確かに自分のペースで行きたいですよね、うん、<laughs> その後スーズは覚えるのが早いと言っていましたね、うん、尿意の感覚も早くになるといいですね <laughs> ところでスーズは DVD を見るときトイレに行かないそうですね、うん、うんこが漏れそうになっても肛門を引き締めて尿道を引き締めると言っていましたね。<laughs> また俺の宝物が増えましたさっき増えましたす、うん、ズー増えましたなおちんさんドラドラ、うん さて前置きはこのくらいにして今週は約2ヶ月ぶりにメールを送った旧ぐじかわの俺ですがまたしばらくの間メール休業しますのでご了承くださいそしてご了承くださいさて今週の放送も皆さんの助かるやり取りやスーズのお宝コメントに期待していますいや期待していますあい忘れていましたがスーズーへいへいへい旧ぐじかわしの俺でしたかっこエビちゃんはありがとうございますおーすごい超久しぶりだね久しぶり元気でしたかね 今何されてるの普だお仕事だけね別の趣味でも見つけたかしら忙しそうねだからよたまにはね近況報告しても一分でもいいからねこちらはい鈴川サーキットさんお城まさん皆さんこんにちはこんにちは出張先の仙台より和歌ですお先週のオリジンチャンプルを聞いてメールしましたありがとうございます事故予防セミナーの先生が今日は特別にタダで解説しましょうねうおお。 運転している時、助手席の人が急に今右今右っていうとパニックになるっておっしゃっていましたねここでスーズさんに質問、はい、助手席の人はなぜ急に声をかけたのでしょうかえあ助手席の人はなんで急にスーズーうん質問質問、うん、なんで声をかけたのでしょうか、うん、え、右に曲がってほしいからうん、うん、答えは、うん、助手席の人が思っていた道と違う道に車が進みそうになってびっくりしたんですね <え>なるほどね手席の人はこの,この道を行ってほしかったにスツは違う道を行くような運転をしてたとはあ出席の人をびっくりさせないためには、うん、私はこういうルートで行こうと思っていますよって事前に打ち合わせをしておけばいいんですねスズれれはこっちからこう行ってこう行きますよそしたらこの手席に乗ってる人は今右今右左とか言わないよってこういった打ち合わせのことをブリーフィングと言いますへえ<ー>サキさん 男男ののパパンンツ、男のパンツいや <laughs> 簡単に興奮すると思うなよ <laughs> はあとサーキーさんがラジオで座っているのは1時間がギリギリっておっしゃっていましたね、うん、人の集中力って長続きしないんですいろんな説がありますが約1時間前後と言われています<ー>運転するときは時々停車して脳と体を休ませてあげましょうねあ真面目にメールしちゃったではではお<ー>ありがとうございますすごい勉強になったねやっぱほら 詐欺が集中力なないいわけじゃないよまあふ、普通か普通普通,か普通,普通うん<ー>すとかすずが異常に集中してるんだと思うあーねえすずももうほんとに集中型だから一個のことにねう、うん、集中力切れたらもうもう何にもできないもう<ん>だら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 イメージだけど、うん、なんか2時間集中したら、うん、20時間ぐらいぼーっとしてそうすず <laughs> ここにかける電力がすごいというか。してるかもね。ここで使い切ったみたい。なん。おやってそうだもん。確かに。ああ、こちら。鈴鹿サーキットのスーズ。はい。サーキ。はい。そしてラジオの前のオーディエンス、ウィス。はい。おらしばいたか博士。お。いや、き気ょう、転結への鈴崎のネタよ。うん。い、よい。鈴崎はいいんだ。あの展開がたまらない。やった。鈴うまくなったな。うん。サーキ。ちらよ。 博士はこの辺でまっぴらごめんよ。あ、ありがとうございます。心にくる二文字。ありがとうございます。ありがたいね、でもね。ね。あのネタ好きですよ。ね。もうちょっとこねくり回せたかなって感じ。そうね。うんうん。いろいろ悩みましたが。そうね。なんか、久しぶりにあんなに悩んだね。あ、そうだな、どうする?。つうん。あと、デジ久しぶりに小道具作った。だからさ。ケージャーさんよ。おい、鈴子はさ、きっと小道具作ってる。 誰が簡単なコントで有名を具使わないコントで有名をさせ今回は衣装もね結構凝って凝ってたと思うよすず物もところあの正きあのネタやったんすどそうねあなたばっちりでしたねそうよねうんうんあれはいいですよ似合ってたしねねっいそうって思った写真撮っとけばよかったああそうだねああ確かにありがとうございますありがとうございますうちーさんおい 八<何>月のライブ日程間違えて飛行機のチケット取ってもうたはあ<ー>。は<ー>前から言ってるのにだから <laughs> いや鈴鈴おばさんが前から言ってるのに二十日だよって言ってるのにね鈴おばさんはぁしもこんなだからもあんたも <laughs> いやいや,いや何回も言ってるのにあんたの子供じゃないでゃん立派な成人男性ですけど <laughs> うわもう旅行で来たらいいよもう そうだね、か<ー>もしくはあでもうんえでも、うん、えっと8月のライブ間違えて撮ってしまったってことはバイアスロンの日だからああ<ー>頑張ってバイアス論は観覧権を当てればそうだねそうだね見てもらえるねでも沖縄の人だなんか住んでる人とかだったような違うかななんか来てやったななんか当てないような気がするけどどうなのかな<ー>公式のホームページにそれも 持ってるかもしんないそうだね多分もう水曜日にえっと誰が受かったか発表するからその次の週ぐらいには応募しそうだけどね観覧車募集ねそう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 ,そうだねそれぐらいには1か月前にはするんじゃないかなあそっかーそっかーまあでも沖縄はねいっぱいあるからあのライブでしょうん何かしらのライブでしょう楽しむこともね FEC さんはやってると思うよ何かしらのライブ <laughs> やってると思う土曜日うん そっかそっかじゃあもしかしたらお会いできるかもできないかもそうだね。知れない。うん。ありがとうございます。さあお時間でございますけどもはい。ああもうはもう一回。とりあえず飲むぞ今日は。もうえからおのうので飲むぞ。おのうので。おのうので。それがどんな酒になるかはわかりません。水曜日楽しみにしててください。はい。誰が誰が。 ありません<使>はい、水曜日楽しみにね<ー>。お会いでい,いたしましたの鈴川さんけどサギー,ードすずでしたまた来週の月曜日バーイバーイ